人によってはニュージーランドは存在しない、またはどこにあるかわからないっていう人がいるんだよって英語でなんて言うかわかりますか？パッと英語にできますか？さあ、これね、動画の最後に答え合わせをしたいと思いますので、ぜひ最後の答え合わせの場面を見る前にコメント欄に英作文してみてくださいね。さあ、そしたら本日はですね、英作文の簡素化についてやっていきたいと思います。じゃあ、そもそも英作文の簡素化って何やねんっていう話になってくると思うんですけど、日本語と同じ感覚で一気にバーって話そうとしちゃうと考えて詰まっちゃうことってないですかね。で、誰も教えてくれないんですけど、実は英会話って単語でもなく文法でもなく発音でもなくテンポが一番大事なんですよ。一緒に話していくためにはっていうところなんですよね。テンポをよく会話するために、じゃあどうしたらいいのっていう話なんですけど、複雑な日本語と同じような感じで言おうと思ったらかなり難しいです。なので、複雑な文章、長い文章っていうのは、一旦噛み砕いて短くしてもらって、分かりやすい、自分が出しやすい英語の形にしてもらって出すのが一番なんですよね。で、これっていうのは、実はわざわざこんな言語化してる人も少ないかもしれないんですけれども、英語話せる人は誰でもやってることなんですよ。なので、この動画の中で簡素化の考え方っていうのをお伝えしていくので、ぜひ英語が話せる人と同じような考え方、シンプルに自分が言いたいことを言えるレベルを探して言うっていうのをやってみてほしいと思います。で、そのために使っていく教材がこちらです。うちの母は頭が痛くなると氷におでこを冷やします。先日も夜中にかなり痛みがひどくなり、暗闇の中をフラフラしながら台所へ、冷蔵庫からあらかじめビニール袋に入れてある氷を取り出しておでこに乗せて眠りました。翌朝目が覚めてみると母の枕元には解凍されたイカが転がっていましたっていう面白いツイートを拾わせていただいたんですけれども、これを一気に英語にできますかっていう話です。実は難しいんですよね。っていうのを一緒にやっていきたいと思います。ステップバイステップで解説しているので、ここでうわ無理、私には無理って引き返さずに最後まで見てみてくださいね。では早速やっていきましょう。 Let's get started。 ではですね、うちの母は頭が痛くなると氷でおでこを冷やします。さあ、これをまずは英語にしやすいように日本語を簡単にしてみてください。やってみましょう。どうぞ。これね、ちょっとやりようがないって思った人もいるかもしれませんが、こんな風にしたらいかがですかね。うちの母は頭が痛い時、おでこに氷をつける。冷やすで引っかかったりとかするかなと思ったので、ここはもう氷をつける。なんならおでこが出ないなら頭でもいいと思いますよ。はい。っていう感じですよね。じゃあ、次はですね、新しいんですけど、主語と動詞、この文章の中の主語、要は誰がの部分ですね。で、動詞、何するの部分ですね。に、指を動画中で指してみてください。どうぞ。はい、来ましたかね。うちの母は、つける。ここが主語と動詞、アクションの部分になるんですよね。さあ、それが分かったらですね、まずは主語と動詞を口から英語で出してみてください。はい、こちらですね。My mom puts、 こうなるわけです。つける、置く。まあね、これでプットが出なかった人は、ああ、こういう時プット使うんだなって思ってもらったら OK です。なんかね、こう、くっつける感じのイメージの時もよく使ったりするんですよね。はい。そしたら続き、英語にしてみてください。どうぞ。こちらですね。 My mom puts ice on her forehead when she has a headache。 こんな言い方をすることができるんじゃないかなと思います。アイスが氷なんでね。はい。で、まあ、オンでね、こう、くっついてる感じのイメージがするので、on her forehead。こんな風に言うことができます。forehead がおでこですね。はい。そしたら次ですよ。先日も夜中にかなり痛みがひどくなり、暗闇の中をフラフラしながら台所へ、めっちゃかわいそうじゃないですか。でも、このままだと、ややこしいですね。フラフラとかもうどうすんねんっていう話なので、まずは日本語を簡単にしてみてください。どうぞ。100% 意味残そうとしなくていいですからね。伝われば OK です。7割伝われば OK と思ってみてください。ではこちら。彼女は夜中にひどい頭痛があったけども、暗闇の中台所に行った。これでなんかこう、ひどくなって、だからしんどい感じのイメージはもうつきませんかね。ひどい頭痛があって暗闇の中台所に行った。要はもう、電気をつける元気さえないんだなとか、この辺は、こう、もう聞いた人が補える範囲は省いてもらってもいいんじゃないかなと思います。ふらふらしながら
っていうのは、もう、この、あったのに台所に行ったって含まれてるんですよね。ずるいと思うかもしれませんけど、100% 英語にする必要はありません。じゃあ次ね、主語と動詞を指さしてみてほしいんですけれども、この中には実は2セットあるんですよ。2セットあるので、まず最初に使わなきゃいけない部分の主語と動詞を指さしてみてください。どうぞ。これは引っ掛け問題ですね。彼女はひどい頭痛があった。この部分が一応動詞アクションという風に見なされるので、彼女はあったが最初の部分ですね。で、もちろんその後には、まあ、彼女省略されてますけど、彼女が言ったっていうのが入ってくるんですけどね。はい。そしたらまずは主語と動詞が分かったところで、英語にしてみてください。どうぞ。主語と動詞だけで OK です。はい、こちらですね。She had.I have a headache とか習いますよね。はい。なので、she had. まあ、過去形なんで、had にしておきましょう。はい。そしたら、続きを英語にしてみてくださいね。どうぞ。はい、こちらですね。she had a terrible headache at night, but she went to the kitchen in the dark. こんな風に言うことができるんじゃないかなと思います。で、terrible headache っていうと、ひどい頭痛っていうのを、いうことができますし、まあ、bad headache とかでも全然 OK です。で、まあ、夜になので、at night つけてます。で、でも、went to the kitchen。この辺はかなりの確率で出る人が多いんじゃないかなと思います。で、in the dark つけると、まあ、暗闇の中っていうのが伝わりますね。はい。もちろんね、電気をつけることなくとか言い換えることもできますよ。without turning the lights on とかね、言えますけど、まあ、一旦 in the dark が一番楽なんじゃないかなと思います。では次。冷蔵庫からあらかじめビニール袋に入れてある氷を取り出しておでこに乗せて眠りました。めっちゃむずくないですか？このまま出そうと思ったらめっちゃ難しいですよ。なのでまずは英語にしやすいように日本語考えてみてください。どうぞ。ね、もうあらかじめとかね、ビニール袋に入れてあるとかね、ややこしそうですよね。もうこういうことですよ。氷の袋を取り出しておでこに乗せて眠ったっていう話じゃないですか。もうめちゃくちゃシンプルにしました。はい、あらかじめとかいらないんですよ。もう氷が袋に入ってるっていうのだけ伝わればいいからねっていう話です。では最初のこれもね、2個ね、そしてっていうので繋がれて2セットあるので、最初の主語と動詞っていうのを指さしてみてください。どうぞ。これも実は引っ掛け問題です。いけましたかね。はい。実は彼女はがまず隠れてますね。ここ気づいた人はグッジョブです。で、彼女は氷の袋を取り出して、この取り出すというのが動作ですね。これが最初の動詞になります。もちろんのことながらおでこに乗せて、で、そんで眠ったっていうね、動詞が後にも続くんですけども、最初を指さしてねっていう話なので、彼女は取り出しての部分が正解になります。では今度はまずは主語と動詞っていうのを英語で口から出してみてください。どうぞ。はい。She took out. こういう言い方ができます。Take out でこう何かをこう取り出す感じのイメージができるんですよね。はい。そしたらこの続き英語にしてみてください。どうぞ。これはちょっと難しかったかなと思うんですが、こんな感じでいかがでしょうか。She took out a bag of ice and put it on her forehead.She went back to sleep. いろいろポイントがあるので解説しておくと、A bag of ice. 英語はこの言い方大好きです。A bag of potato chips. とか、こう、ポテチの袋とか、A bag of chocolate. まあ、チョコレート一袋とか、こんな感じで一袋っていう袋に入ったイメージをすることができます。なので、氷の袋ってことは、まあ、氷がいっぱい入ってるその袋っていうことだと思うので、A bag of ice でいいんじゃないかなと思います。Put it も2回目なので、ice は it に変わりますよ。で、on her forehead. これさっきやりましたよね。で、went back to sleep. これはもちろん fell asleep とかでも OK ですよ。She went to bed again とかでも全然 OK です。ただ、she went back to sleep. この言い方をすると、寝に戻る。要はもう一回寝るっていう言い方を簡単にすることができるので、これは覚えてて損はない表現になります。で、続きですね。翌朝目が覚めてみると、母の枕元には解凍されたイカが転がっていました。はい、これを英語にしていきたいんですけど、まずは日本語を簡単にしてみてくださいね。どうぞ。
後々英語にすることを考えてみてくださいね。こんな感じです。翌朝彼女が目覚めた時、解凍されたイカが彼女の横にあった。ここまで簡単にすれば、後々ね、これね、何をしてるかっていうと、英語にしやすい日本語表現を探してます。これは頭の中でやってみてください。はい、そしたら最初に出てくる主語と動詞を指さしてみてください。どうぞ。はい、こちらですね。彼女が目覚めたの部分が主語と動詞になります。じゃあまずはそこを英語にしてみてください。どうぞ。はい、こちらですね。 When she woke up、 まあ when は出なくても OK ですけども、まあ when つけなきゃいけないんでね、もう when つけちゃってます。はい、要は出だしを出しておくと後々がね、出てきやすいんですよ。考えながらね、一番最初の何も言う前に止まっちゃうっていうのが一番良くないんでね。はい、そしたらこの続き英語にしてみてください。どうぞ。はい、こちらですね。 When she woke up the next morning, there was a defrosted squid next to her. こんな風に言うことができます。まあ、When she woke up the next morning, これはもういいですよね。翌朝っていう話です。で、there was the あったっていう言い方。これ多分誰もが知ってる言い方ですよね。で、defrosted、 これでまあ解凍されたなんですけど、最悪これなくても通じると思いませんか？ There was a squid next to her。で、ああ凍ってたんだなっていうのは想像できると思うので、 defrosted 出なくても落ち込まないでくださいね。まあ知ってたら便利だよっていう話です。そしたらですね、復習タイムでございます。簡素化した日本語っていうのを見ながらもう一度英語にしていきましょう。ちなみに冒頭の日本語から英語っていうのはこの後やりますので、ついてきてくださいね。はい、じゃあ行きますよ。うちの母は頭が痛い時おでこに氷をつける。英語にしてみてください。どうぞ。色がヒントですね、主語とね、動詞がね。はい、こちらですね。 My mom puts ice on her forehead when she has a headache。 こんな風に言うことができますね。じゃあ次、彼女は夜中にひどい頭痛があったが、暗闇の中台所に行った。どうぞ。はい、こちらですね。 She had a terrible headache at night, but she went to the kitchen in the dark。 はい、では次、彼女は氷の袋を取り出しておでこに乗せて眠った。どうぞ。はい、こちらですね。 She took out a bag of ice and put it on her forehead. She went back to sleep. 行けましたか？では次、翌朝彼女が目覚めた時、解凍されたイカが彼女の横にあった。どうぞ。When she woke up the next morning, there was a defrosted squid next to her. はい。そしたら今度はレベルがさらに上になりますよ。原文を見ながら左半身ともう一度英語にしてみようっていうことでやってみたいと思います。復習から逃げちゃダメですね。はい、行きますよ。じゃあ、やってみてください。まずはどうぞ。じゃあまず最初の一文やってみましょう。 My mom puts ice on her forehead when she has a headache。 はい、じゃあ二文目いきますよ。 She had a terrible headache at night, but she went to the kitchen in the dark。 はい、じゃあ三文目いきますね。She took out a bag of ice and she put it on her forehead. じゃあ最後の文章いきますよ。 When she woke up the next morning, there was a defrosted squid next to her. いけたかな？私もちょっとこう細かいニュアンスとかヒヤヒヤしながらやってみましたけど、皆さんはいけましたか？いけた人はいけたってコメントで教えてもらえると、レベルの感覚をつかむためにも参考になるので、ぜひできたかできなかったか教えてみてください。では、ここでですね、お待ちかね、冒頭のお待ちかねかどうかわかんないけど、実は人によってはニュージーランドは存在しない、またはどこにあるかわからないっていう人がいるんだよっていうのをやっていきたいんですけど、まず答え例、回答例を見る前にコメント欄に一旦書いてみてください。
これでリアルタイムで授業してる感覚出ませんか？っていうので、ね、アウトプットも大事なんで、ぜひやってみてくださいね。はい。そしたら戻りますよ。実際やっていきます。まだの方はぜひここで動画停止してくださいね。実は人によっては、ニュージーランドは存在しない、またはどこにあるかわからないっていう人がいるんだよ。まずは簡単な日本語にしてみてください。どうぞ。要は長文はしんどいんですよ。切っちゃいましょうという話ですね。こちらです。一部の人はニュージーランドは存在しないという。また、一部の人はニュージーランドがどこにあるか知らないっていう二文にしました。はい。で、一部の人っていうのは実は英語でめちゃくちゃやりやすいので、こういう言い方をしてます。ぜひこういうのね、真似してみてください。では、まず一番初めの主語と動詞、指さしてみてくださいね。はい、こちらです。一部の人は、you。で、その後はまだ一文違うので、ここも紹介すると、一部の人は知らない。これだけの話なんです。じゃあ、まずはその主語と動詞っていうのを口から出してみてくださいね。どうぞ。これはね、知ってる知らない問題になるかなと思うんですけれども、some people っていう言い方ができます。some people say, だだだだだ。also とか and 喋ってる時だったら全然 and 冒頭に来てもいいので、and some people don't know とかでも OK です。はい。では、続きを英語にしてみてくださいね。はい、こちらですね。Some people say that New Zealand doesn't exist. Also, some people don't know where New Zealand is.これこの間インスタでね、そういう動画を見てショックを受けたので動画にしようと思って食い込んじゃいました。はい。というわけで、お疲れ様でございました。英語にしやすいように、主語と動詞っていうのをしっかり見極めて、言いにくい部分っていうのは簡単なものに言い換える。で、もちろん慣れてきたら日本語っていうのは挟まずに、自分が言える表現っていうのを探しながら英語を話せば OK でございます。このトレーニングは実際にテンポよくスピーキングをするためには絶対に欠かせないものだと正直思うので、ぜひ英語の語順だったりとか、簡素化トレーニングっていうのは当チャンネルにたくさん動画がありますので、ぜひそちらも見てみてくださいね。英語を速読したい。英語の語順感覚を身につけたいあなた。英文速読に必要なスキル、サイトトランスレーションをアプリで身につけられるのはご存知ですか？隙間時間でサクサク英文を読みながらゲーム感覚で英語能を身につけることができるんです。みんなやってるサイトルアプリ、詳しくは概要欄をご覧ください。ぜひ応援の意味でもチャンネル登録いいねっていうのをよろしくお願いいたします。ベルマークまでしてくれたら泣いて喜びます。 Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now. このチャンネルはわ、yeah. 右半身、左半身、現役英会話講師による夜、面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。